はい、皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。今回はですね、IH でだし巻き卵をですね、やっていきたいと思います。まあ、IH でだし巻き卵っていうのもなかなか難しいと言われている、まあ、部類のあれなのかなと思うんですけれど、一応これですね、IH 用の、まあ、だし巻き卵の鍋が売ってるんで、まあ、メーカーとしては作れないことはないだろうっていう感じなのかなと思います。はい。で、まあ、だし巻き卵は結構なんか IH 料理動画の中でも比較的動画の数多かったかなっていう感じが、しました。で、まあ、どっちかっていうとね、料亭のプロの方に IH でだし巻き卵を巻いてもらいましたとか、なんかそういう動画が多くて、まあ、比較的オムレツとかよりはやりやすいのかなっていうところでもあるんですけれども、まあまあまあというところでしょうかね。卵の数なんですけれど、ちょっと今回これはまあ S 玉だったんで買ってきたのが、まあ、4つ入ってるんですけど、まあ、ちょっとまあ M3 つよりは多いかなっていうところではあるんで、もしかすると卵液はちょっと余すかもしれないです。でまあ動画とかで見たことある方わかると思うんですけど、だし巻き卵ってこう油をペーパーで塗っていくんですけれど、まあそのペーパー使っちゃうとね、家なんかじゃそんな一回きりのこれのためにペーパーを1枚使うのはもったいないんで、まあ、私はねこういうシリコーンのハケを使ってこう塗ってますね。まあその方が別に消耗品使う必要もないし、意外と適量で塗れるっていうところで、まあ最近流行りの SDGs 的に消耗品を使わないみたいなあれじゃないですけど、まあそういうのでもいいんじゃないかなと。まあ、大体、まあ、私、手入れの人間なんで、声優とか行くんですけれどね、あのキッチンペーパーなんか200枚入り100円なんで、まあ、1枚あたり、0.5 円ですかになるんでね、1回使うごとに 0.5 円なくなってるっていう気持ちで、家計の計算をやるといいんじゃないかなと思います。で、卵、だし巻き卵って、あの、だし入れて、うーだらかーだらとかやるっていう、そういうのも、ぶっちゃけ、だし汁とか、家にないと思う。まあこういうめんつゆとか、まあこういうめんつゆとかね、白だしでね、十分だと思いますね。まあ顆粒だしでもいいんですけれど、まあちょっとそれだと硬すぎるかなっていうのもあるんで、まあ基本的にはこの液体の方の白だしとかめんつゆの方がいいかなっていう感じはします。卵ってタンパク質なんですけれど、どうしてもねタンパク質を加熱すると固まるんですけれど、その口当たりを滑らかにするとか、ある程度水分とか茶碗蒸しとかもだいたい卵液とだし汁2対1ぐらいの割合とかで入れたりするんで、それをねあれはまあ蒸し固めるんですけど、100度に達しないような温度で、まあそれはそれでまた100度に達しちゃうと酢が入ったりしてね、また違うあれになってしまうんですけれど、はい、まあ今回もですね、火力はまあ5ぐらいでいいのかなというところですね。すごいですね、鍋が振動してる音が、はい。でまあハケで、シリコンハケで塗るっていう感じですね。まあ結構これでいい感じになってますよね。まあそもそもテフラのちょっと油弾いてますけれど、まあこれが業務用の銅板だとまたね違うんでしょうけど、家庭でやる分にはこれで十分じゃないかなと思います。まあでもいいのかな、最初の余熱が足りない。まあやり方はそんなに普通と変わらないと思います。ちょっと最初の余熱足りなかったかなという気がしますけれど、 IH のいいところはこの温度復帰の速さですかね。まあやばいと思っても実際ここのね番号数字上げると結構温度が復帰するのが早いので、
まあそういうところではガス火よりある程度使い勝手がいいのかなっていうのがありますよね。でオムレツと違うのは、オムレツはね、こう手前からこう奥に流していくと思うんですけど、だし巻きは奥から手前ですね。で基本的にあの日本の文化というのは引くっていうことで、ドアとかもね、引き戸とかってなるんですけれど、あの、ね、外国は押すっていうことで、ね、ドアも押すっていうことですよね。であの包丁もそうなんですよね。和食っていうのは引き切りになるんですけれど、あの洋食は押し切りっていうことになりますね。だからまあ日本刀も引きできるけど、ヨーロッパはこう押して刺すとか切るみたいなあれなんで、まあ基本的にはそういう文化の違いというのが料理でも如実に表れていますね。普通のだし巻き卵とやり方はそんなに変わらないかなと思います。まあこれはテフロンなんで、そんなにすぐくっつかないは、まあ、ジャケ気にしなくていいんじゃないのかなっていう気はしてます。これが銅板ならまたちょっと話別かもしれないですけど、あとこの卵の固まる速度って、まああのぶっちゃけこの最初の卵液の状態とかにも結構よるかなっていう気はしますよね。やっぱり冷たい卵液だとどうしても鍋の温度下がる。まあもし作ろうってあらかじめ思ってるんであれば、もう先にあの出しといちゃうみたいな、常温に出しておくっていうことですよね。最後ちょっと今適当に、やっぱり卵液ちょっと余りますね。ちょっと適当にジャッて入れたらやっぱりちょっと余っちゃいました。でまあこんな感じで通常の大きさの感じになるかなと思います。まあちょっと最後四角く整えてあげて、こんな感じですね。最後の適当にブチャって入れたせいで、こうちょっと端っこが汚くなっちゃったんですけど、まあこんな感じでだし巻きができるということですね。でまああのちゃんとしたところでちゃんとやってるようなやつっていうのは、あの結構その卵液とだしの割合とかそういうのもいろいろ決まってるんで、もっとね表面とかも滑らかに上がったりすると思うんですけど、まあこんな感じでしっかりとミルフィーユ状かなと思います。はい、ということで今回ですね、まあ、IH でだし巻き卵ということで、まあこれに関してはちゃんとこういう IH 用の鍋とかも売ってるんで、
まあ、比較的難易度としては、オムレツよりはやりやすいんじゃないかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。